リーも終わって次はクリスマスか。楽しみだな。シャバッピュー。今の武器何なの？あ、これはアイシーグラップラーっていうアイテムだよ。どこかに紐をくっつけた後、足が凍りついて滑るんだ。ストームから逃げるのに便利そうだね。そうだね。あと、上手い人なら高い場所の敵も倒しに行けるよ。すごい便利なアイテム。僕にも使わせて。2つ買ったし、いいよ。やった。壁に照準を当てて、カチカチ。いやー、思った以上に寒い。なんでわざわざこんな寒い時期にこの武器を出したんだろう。お、敵がいたぞ。氷も割れたし、近づいて倒してやる。なんだ、あのバナナ。見つかった。あれ、動かない。なんでだって、足が凍傷してるんですけど。終わったー。おやもち。よし、今回はバナナの皮の下に靴を履いたから大丈夫だぞ。バナナくん、そろそろストームが来るし移動しよう。了解。やっとこの武器の出番だな。シュパッ。さあ行くぞ。で、あれれ、後ろに滑っちゃった。しかもガキになってる。あー、バナナくん落下しちゃった。とりあえず私はアンチ内に向かわなきゃ。やっほーい。あ、赤ずきんちゃん、このアイテム最高。一匹残らず駆逐してやる。赤ずきんちゃんもアイシーグラップラー買ったんだね。アイシーグラップラー、それおいしいの？いや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 、赤ずきんちゃんが今使ってるアイテムって、バナナくん、さっきいいアイテム見つけたんだ。アイテム扱い。確かにバナナの皮で滑るっていうゲームあるけど、実際には滑れないと思うんだよね。で、バナナくんのアイシーグラップラーなのね。名付けて。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。さあ、ここでは珍しいものを売ってるよ。ぜひ見ていってね。アイコニックさん、珍しいものですって。一回見に行きませんか？なんか怪しいけどな。いらっしゃい、可愛い子猫ちゃん。俺様を可愛い扱いするんじゃねえ。それより珍しいものって何を置いてるの？最近入った目玉商品は青キノコだよ。青キノコ？シールド回復するキノコだよね。全然珍しくないじゃねえか。そんな普通のキノコじゃないよ。他に青キノコってありましたっけ？あとはスラープキノコだけだな。違う違う、これだよ。食べないで。お願い、回復しないから。呪いよ、呪い殺すよ。気持ち悪い。おやもち、ちょっと生き物を売るのはかわいそうじゃない？ペットを売るのは普通だろ。これはどうやって手に入れたんだ？ある牧場からさらってきたんだ。まだ食べたことはないから効果は知らないけどね。ひどい。助けたかったら8000インボットで買い取ってみな。こっちも商売なんだ。旦那すぎる。そんなに持ってないよ。だまあ、それじゃあ諦めるしかないね。悔しい。ダメーダメー、イエーイ。なんで？店の人よりこのキノコの方が煽り強くない？こんなキノコ助ける価値ねえな。ごめんなさい、誰かが妹するとつい踊っちゃうんです。そうなんだ。じゃあ助けてあげましょう。ダメー。無理だな。ダメー、イエーイ。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。バナナくん、今日はスクワットでビクロイ狙いに行こう。いいね、赤ずきんちゃんもいるし余裕だね。我が人生に一辺の悔いなし。アイコニックさん、あれを見てください。あ、あれはバナナ。あいつがお前をゴミ扱いしたやつか？間違いなさそうですね。しかもあの赤ずきんまでいるじゃねえか。ここで復讐を果たしましょう。おいバナナ、やっと復讐する時が来たぜ。お前は誰？誰だと？この魚を見ても思い出さないか。まさかその魚は、え、誰？なんかすごい体なんですけど。で、襲いかかってきたー。おやもち。バナナくん、日頃の行いが悪いからああなるんだよ。ピンクマの人のことは言えないぞ。え、私何か悪いことした？覚えてないのか。昔、取り返しのつかないことをしたくせに。何かの間違いじゃん。これは昔の話だ。俺様は猫好きの仲間とチームを組んでいた。でも仲間がピンクマを一目見せたらというもの、ピンクマを追いかけるようになってチームを抜けてしまった。それ私悪くないよね。そして俺様は罪人たちが参加するデスゲームを開催して、その怒りをぶつけていたんだ。罪人のデスゲーム？殺人とか詐欺とかすごいヤバそう。何言ってるんだ。チートとか煽り行為に決まってるだろ。なんか思ってたのと違う。さんと出会って変わった。ピンクマン、お前を倒す。アイコニックさん、何
それは俺を一撃で倒したマシン。こうなったら戦うしかない。バーン。で、強。あやもち。さあ、俺の相手は赤ずきん、お前だ。なんだ黒ずきん。え、これフードだぞ。ずきんキャラは一人でいいんだよ。まあいい、前回のリベンジだ。この武器サイドウェイズサイズで倒させてもらう。え、それツルハシだよね。これツルハシだったのか。じゃあ俺は前回ツルハシなんかに負けたってことか。私はこの武器で行くよ。なんて強そうな武器だ。え、あれ、俺も同じ武器を持ってるぞ。よし、同じ武器で勝負をつけてやる。おりゃー。あれ、僕余ってるんだけど。あやもち。わあ、仕返しだ。で、全然当たらない。この魚強すぎるんだけど。待って、遊んでたの。しかも弾切れになってる。こうなったら苦手なショットガンで。で、これトマトくんが改造したショットガン。ちょっと待って、ラットとボトルでクラフトするから。ああ、僕のショットガンだ。確かにチートは否定できない。いや、全然強くないから。それ撃たない方がいいよ。やめときな。だから言ったのに。あやもち。さあ、ピンクバの武器は全部潰してやったぜ。しかない。回復アイテムしかないなら話にならないね。こうなったらあの手しかない。何かする気だな。その前に倒してやる。パシャーン。くそ、このままやられてしまうのか。体が小さいから弱い。マシンは実力じゃない。誰に何を言われてもそれが報われなくても、僕は、いや俺様は自分を信じ抜け。まだ立つの。もう意識ないじゃない。パパ。はあ、打撃武器じゃ赤ずきんにかなわなかった。チートを使って、さらに銃まで使って、なんて情けないんだ。プリキュア、プリキュア。まだ立てるのか。あ、1ヶ月前に食べたハロウィンのお菓子の食べ残し残りに出る。パパ先生。消えた。なんて早い打撃攻撃。この武器じゃきっかり当てられない。なんとか勝てた。残りの仲間が心配だ。赤ずきんちゃん。あやもち。なに、二人ともやられてるだと。まあ、なんか怖い人が来た。このカードはお渡しするんで許してください。あの二人を倒しやがった。このバナナ強い。あれも何かの作戦だろう。あー、怖くて漏れちゃった。ここはカードを持って撤退だ。シュッ。あ、なんとか分かってくれてよかった。あまりにも情けないから助けてくれたのかな。ダフ、いい情報が入ったぜ。しかもトマトを捕らえるチャンスじゃねえか。わかった、奴らと接触できるのが楽しみだぜ。シュタッ。なんか勝てたんですけど。ピークマさん、ダーリド。え、誰？ペタ、名前間違ってるよね。私ピンクマだから。緑の髪で可愛い女の子だよ。トマトくん、誰がヒゲ生えたおっさんだ。答えは私でした。誰？知らないんですけど。一回道ですれ違った仲じゃない。覚えてるわけないでしょ。超認識力。ペタ、私スタートで目隠しされてたの。てへ。なんて変態。あやもち。私、ピークマさんに一目惚れしたんだ。こんな変態にされても困る。もともと猫好きで、背中に猫の模様も入れてたけど、ピークマさんに出会ってからは、クマ一筋なの。気持ち悪い。ペタ、ピークマさんじゃなくて、ピンクマさんだからね。何そのスタート。ピークマさんだと、伏せ字みたいになってるから。ピークマさんじゃなかったの？リアルで伏せ字になってる。ピーマル様。それも違うから。ゆるふわ。ピークマさんだったんだね。情報不足ですごい失礼なことしちゃった。全然気にしなくて大丈夫。てか、私にもう関わらなくていいから。いや、ピークマさんファンの私の気が済まない。朝起きる時間からトイレの回数、抜け毛の本数まで調べたのに。本当にもう関わらないで。このお詫びはしっかりとさせてもらうね。私のパンツで。この人どんな頭してるの。こんなのです。うるせー。
ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をターン。あとカスタムは